おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日はですね、 FX オリガルヒにご参加中の皆様と、それからこの限定動画速稼塾の FX 相場解説をご覧の皆様共通の動画としてね、まず冒頭で申し上げないといけないことがあります。それはですね、8月中に140円に達するというこの方針ですけども、これはね、方針というよりも今に至ってはもう思い込みというふうに考え直した方がいいということでございます。現在まで2月からどん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 円安が進んで、もう円安を止める要素は全くないかなというふうに思っておりました。皆さんも同じように思ったと思いますし、チャートの動きは実際にね、120円からノンストップで125円まで行くよって言ったら125円まで行って、125円から130円、そして135円というふうに5円刻みでどん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 円安方向に伸びていったわけじゃないですか。このトレンドはもはや垂直に推移してですね、止まることなかったわけですよ。これがまず大前提としてあると思います。しかしですね、私先週から別の見解も申し上げていたと思います。先週からですね、通常週足ってのは週に1回だけ見ればいいんですけども、そして月足ってのは月に1回だけ見ればいいんですけども、ちょっと待てよと、高値圏でこれは転換するサインだよってものをお話したと思います。ちょっと覚えてますかね。でも同時に転換するサインではあるんだけども、この円安基調がね、終わるとはちょっと思えないなっていう考えと、ここでセミゲーがあったんで、1週間はトレードをしないようにしてくださいと。ひいてはですね、今週もトレードは離れてですね、皆さんの暮らしの方をちょっとね、固めていただくか、どうしても FX したいようでしたら基礎用語を覚えたりとか、今までのところを振り返ってとか、Q&A をやったりとか、講義を見たりとかにしてくださいっていうふうにお話しました。というのが、そのぐらい、先週、今週は、もうね、わかりにくいんですよ。テクニカルが全く働かないんですよね。で、今日の時点でお伝えすることは、もしこれからテクニカルが働くとしたら、今度はね、円高の方向を見ないといけないのかなと。140円はもうね、忘れてですね、新しく一から戦略を立て直さなくてはいけないんではないかなというふうに思いました。その根拠として今日、一番大きなものは、新規の売りが入ってるよってことなんですよ。そのことも込みでお話しますので、ちょっと見ていただきたいと思います。新規の売りという言葉を今日は結構使うと思います。こちらです。はい。ではまずですね、ウィークリーの方をご覧いただきましたけども、ウィークリーでね、私が申し上げたのは、高値圏でこの陰線と陽線の並び、ね、これは転換を示すことがあるよ。V の字みたいにね、転換を示すことがあるよって言いました。その段取りとして前回は、このサンバガラスは、なんでね、そのまんま上昇、N を書いて上昇というふうに言っていいかっていうと、下髭が出ているサンバガラスだからなんですよ。で、上髭はほとんど出てないサンバガラスだから、これは上の勢いを潰さないサンバガラス。例外的に上の方に向かうよってことがまんまその通り言ったわけですよね。で、今回はですね、まあ、自信はなかったんですけども、このね、買いから、円安から円高への転換がもし本当に起きるとしたらっていう警戒心から、この1週間2週間は様子を見るようにということで、私は個人的にトレードしてましたけども、でもロスカットを食らったりとか、あんまりいいとこお見せできてなかったと思うんですよ。しまいには、難品が全部全損しましたよね、昨日ね。それを見ていて、テクニカルが全く働かないことを、まあ私のね、エントリー、私の資金を持って皆さんはご覧になってると思うんですよ。まあオリガルヒの方だけかもしれませんけどね。さあそれで、今見たら、今週のこの値動きですよ。まさに、上昇していったものが、転換のサイン通りに下に行って、しかも上髭を出した陰線を今形成しようとしてますよね。まだ確定版じゃないですけども、この1週間が1つのローソク足ですよ。この2つのローソク足で、なんとですね、1週間、2週間、3週間、4週間分も、もう奪い取っていってしまったんですよ。4週間分の上昇の値動きと、ここ2週間での下落の値動きが一緒ってことは、倍速で下落に向かってるっていうふうに解釈できますよね。じゃあこの後もちょっと警戒した方がいいんじゃないかなってことなんですよ。これが大前提です。さあそして、新規の売りが入ったってことをこれからね、何回かにつけ分けてお話しますよ。カンガルーの日足です。一日のうちに大きく下落しましたよね。今まで小さな資金の流入しかなかったわけですよ。ね。あれですよ。新規の買いってのが、そんなに大きなのがなかったですよね。で、新規の売りってのも、それに、陰線もそんなに
派手にでかいのはなかったはずなんですよ。そこがここに来てこういうふうな大きいのが出たってことは、もうね、下落を見越して新規の売りを立てている人がどんどん出てきてるっていうふうに警戒した方がいいってことです。それがあのローソク足の見方ですよ。次は4時間ですよ。見てください、4時間になると顕著でしょ。マチレンジって話をしたのがここですよ。この時はまだ140円に行くというふうに前提条件を持ちながらお話をしてました。でも上昇したかなと思ったら一気にね下に下がりましたよね。これもだから今思えば新規の売りが入ったのも込みでだと思うんですよ。もちろん買いで入っていたものを利確して整理したっていう可能性がでかいです、これは。でもそうだとしたらね、買いが売りで整理されてトントンになってるわけですから、これはもうね新規の売りなわけなんですよ。これも新規な売りなんですよ。どういうことかっていうと、これから円高が進むことを見越してもうすでに新しい資金が円高方面に流入しているってことなんですよ。だから私は難品が全部買られたわけですよね。でもただね死んだりはしないですよ。これはもうね、恥知らずにも恥でも何でもないんですけども、方針変えてセルでポジションを持った方がいいかなと思ったんで、昨日難品で全部買られた後にまたねちょっと強めの力で、今度は難品の時はロットを調整しましたけども、今度は逆ですよ。ロットを強めにしてセルに入れて、まあまあとセルで利確をね測ったのが昨晩から今朝に至るまでです。というところで今朝に至るわけなんですけども、前損を全部取り戻してプラスにして私は今ね、この相場解説をお送りしております。で今4時間を見ていただきましたけども、ちょっと1時間にも入りますよ。はい、じゃあ1時間を見ていきます。こうやって地道に上がってきたものがありました。そして私はこれをね、小さなトレンドだと思ってダブルボトムをここに見たわけですよ。ということは上昇するんだろうなと思ったら上昇してくれました。前提条件として140円に8月中に達するっていう今までの円安を見立ててです。でも一旦上がったもののここからですね、これはもう新規ですよ。ファンダメンタルもありましたけども、新規で売りをどん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 仕掛けてくる人がいて、あ、これからは風向きが変わって売りの方に行くんだなっていうふうに見た上級投資家さんや資金の大きい方がさらに入れてるというふうに見ます。じゃないとこの大きな陰線の理由が全くわかりません。この辺はですね、それまでの買いを整理したというふうにも見えるんですよ。実際買いの大きな流れが起きてましたからね、これがここで決済されたんだろうなっていうのは当然の見方だと思いますよ。でもそれからというもの、大きな資金は入ったり出たりしなかったわけですよ。で徐々に上昇していったものが、これが大きな資金の流入がなければこのままの形でどっかでブレイクしてまたね140円の方向に向かったでしょう。でもそうではなかったと。今回はなんと転換して売りの方に資金を入れるような上級投資家さんや巨額資金を持ってる人が出てきた。ヘッジファンドとかもいたでしょ。でこうやって仕掛けられてるわけですよ。ファンダメンタルってのは誰かが仕掛けてるってことですからね。で今回のファンダメンタルにはもう V の回復はこれおそらく考えられないだろうなというふうにも思ってます。つまり7月までにずっと立てていた140円に向かうっていうシナリオをここで一旦覆してね、でもしかしたらもうねこれ円安は終わったんじゃないかなと、少なくとも一時的に終わってるんじゃないかなっていうふうな視点で相場を見なければ、これからもね出口の見えないチャート探りの旅に出ることが続くと思うんですよ。ですんでテクニカルを使おうと思ったら一旦今までの構想をぶち壊してね、一からテクニカルを作るつもりで見ていかなくてはいけないのかなっていうところが、この2週間皆さんに休憩をお願いしているうちに私が自分のロットを犠牲にして分かったことです。はい、じゃあ以上でございます。はい、なんともね熱々しい講演になりましたけども、いやこのぐらい FX の相場が見れてますかってことなんですよ。見れてないと思います、今はね。今は見れてないと思いますので、私が解釈を今お届けしました。だこれがだからね、まあ今暫定ですけども、年間で数千万っていう利益を出す人間の見方なんですよ。で多分私と同じ立場の人も同じように見てるでしょう。だからチャートってのはテクニカルが効いてくるわけですよ。しかし私たちも別に FX を支配してるわけでも何でもなくって、さらに上級者やさらに資金を莫大持ってる人がいるわけですよ。主導権はそこにありますから、私はそういった主導権を持ってる人の解釈を自分なりに落とし込んでね、そこについていってるだけですから。
さらにこの動画を見ている方はその考えについてきてるだけ、もしくはその考えに近づこうとしている学習中の身ですから、今回の動画っていうのはね、もう超貴重版ですよ。この考え方にもし慣れるようでしたら次の展開も見えてきます。ということで一旦以上です。まだまだ今週見ていきましょうね。見るだけですよ。いってらっしゃい。